南馬宮、何和宮は古墳時代、王神天皇の南馬大隅宮や任徳天皇の南馬高津宮、金明天皇の南馬四屈宮。以来、飛鳥時代、奈良時代の南馬、現在の大阪市中央区にあった古代宮殿、日本の首都であり都の城。跡地は国の史跡に指定されている、指定名称は南馬宮石府、宝円座海石。南馬宮の存在は、 史書、日本書記には載っていたが、第二次世界大戦が終わるまでは、所在地は、不明なままであった。1913年、大正2年大阪城外堀南の方園坂で、奈良時代のものと見られる数個の重建門、蓮ゲ門の木丸瓦が発見されていたが、ほとんどの人は帰り見ず、山根徳太郎は注目したが、日本帝国陸軍が一帯を、用地接収していたため、 調査自体が不可能だった。1945年、昭和20年、日本廃線によって保縁坂が陸軍用地から解放され、この時初めて学術調査の機会が訪れた。そこで山根を指導者とする南馬九州検証会が何度か予備調査を行い、1953年、昭和28年同所付近から死日を発見した。 このことをきっかけに1954年、昭和29年2月から山根らは第一次発掘を開始。しかし、大阪の都心部でビルや道路建設の合間を縫っての発掘、調査は困難を極め、初期の数字の調査ではナンバグーの跡なのかどうかがはっきりせず、学会はこれを山根の宮だなどと冷笑した。しかし山根らの努力によって、 奈良時代の宮の遺構が次第に明らかになり、1957年、昭和32年南北に続く回廊跡、後期が見つかった。そればかりでなく、翌1958年、昭和33年には、奈良時代より古いと見られる中列跡が検出され、その柱穴に焦土が詰まっており、火災の跡であることが明らかになった。つまり、主張元年、 686年正月、南波の救出が全焼したという、日本初期の記録から、高徳町の救出が消失したものと推定でき、その後に、天武町の救出が建造されたのだと考えられるようになった。1960年、昭和35年これが回廊であることを確認。これを前期南波グという。1961年、 昭和36年山根らの発掘により、聖武天皇時代の大極土の跡が発見され、その存在が確認された。これを、後期南馬群という。山根は発見当時、我、幻の大極でを見たりという名言を残した。木の富の変、大化元年、645年の後、高徳天皇は、南馬、南馬長江、豊崎宮に遷都し、 宮殿は、白地三年、六百五十二年に完成した。高徳天皇を残し、飛鳥、現在の奈良県に戻っていた、高祖母村、高玉天皇は、天皇が没した後、西明天皇元年1月3日、六百五十五年2月14日に、飛鳥香板武器群で、再び即位、重祖氏西明天皇とな、日本初期巻、第二十六による、 天武天皇十二年六百八十三年には、天武天皇が副都政の御事のりにより、飛鳥カと共に南馬をととしたが、主長元年六百八十六年正月に南馬の救出が全焼してしまった。奈良時代の神紀三年七百二十六年に、聖武天皇が藤原馬会を友蔵南馬宮司に任命して南馬家の造営に着手させ、 平城系の福都とした。中国の技法である祖先立て、河原武家屋根の宮殿が作られた。その後、聖武天皇は平城系から国経営戦闘を行っているが、天平16年、744年に入ると、南馬系営の再戦闘を考えるようになる。この年のうるう1月11日、聖武天皇は行行を名目に南馬宮に入り、2月26日に、 南馬経営の戦闘の御事則りが正式に発表された。もっとも、その二日前に、聖武天皇は再々戦闘を視野に入れて、死柄木宮に幸いしており、南馬宮には岩勝上皇と左大臣立花処刑が残された。このため、聖武天皇と岩勝上皇との間の政治的対立を想定する、節や南馬戦闘は、 がら器具の都の常設備が完成するまでの一時的措置であったとする説もある。最終的に翌天平十七年一月一日、七百四十五年二月六日、南馬系からがら器具へセントが正式に発表された。南馬セントも死柄木セントも聖武天皇の意向であったと考えられ、短期間での方針変更が混乱を招いたと言えよう。 延暦三年、784年、関武天皇により、長岡京に遷都された際、大極殿などの建物が長岡京に移築された。現在、南馬宮の跡地の一部は、南馬旧石公園として整備されている。南馬宮の遺跡は、現在の馬場町、宝園坂、大手前四丁目付変に及んでおり、大阪歴史博物館や NHK 大阪、 放送会館の複合施設がある一角もナンバグーの後である。大阪歴史博物館の地下1階では地下遺跡の様子を見学することができる。同博物館前にあるかや武器の高床倉庫は、法円座解析で見つかった5世紀、古墳時代の巨大高床倉庫群のうち1を復元したものである。ナンバグー以前から重要な交通拠点となっていた、何は図の遺構である。 南馬旧石公園の場所は、明治4年、1871年以降に、京部省、後陸軍省の管轄地となり、1945年、昭和20年の敗戦時には、不評第8連帯が置かれていた。占領軍の接収会場をすぐに守備が発見されたこともあり、開発の手から免れ広大な敷地の確保が可能となった。 南波旧石公園の北側を東西に通る、不動高速大阪東大阪線、阪神高速道路東大阪線は、ほぼ全線が、高架構造にもかかわらず、南波旧石付近の部分だけ平面となっている。これは、建設に先立つ、事前協議の結果、南波宮跡の遺構の保存と南波旧石公園から、大阪城跡への景観を確保するために、 平面岩が採用されたためである。しかし、この突如として現れる急な勾配区間のために、事故や渋滞の原因となることも多い。なお、平面部分の道路の基礎は、南馬急石中心部の遺構を破壊しないよう地下に、杭を打ち込みないような特殊な構造となっており、また、橋脚の間隔も一本あたりにかかる重量を分散させる目的も兼ねて、通常三十メートル開けるところを、 この区間は10メートル間隔で橋脚を設置している。1985年に大阪市が北接する大阪城公園と南馬急石公園を一体化した歴史公園構想を発表。その一環として、馬場町にあった NHK 大阪放送会館が植え、町筋を挟んだ大手前4丁目の大阪中央体育館跡地に、 移転するななどししたがこののの二つ公園の一体化構造は進展してい,ない2004年、平成16年から、四天王寺はそ11月開催のメイン会場となっている。2006年、平成18年には、万葉仮名で書かれたものとしては、最古とされる7世紀中頃の木管が出土している。木管は、長さ18.5センチ、幅2.7センチで、 片面に墨で、川止め久さの川書く米の刀ここと書かれており、春草、春草の初めの年と読むと見られている。一緒に出土した土器や、地層の状況から前期、南馬宮の完成前後のものと考えられ、万葉仮名は、天武、地頭百672年から697年に成立したと考える説に最高を促す、発見であった。平成年、 後期南波バグーの長度院の西側から4棟の建物の基礎跡が発掘された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。